イエス、見てるチャンネル行っちゃってる。今日はどこで何やってる。どうも、つるぎんです。今日はですね、イベントに来て前々から紹介したかった人を紹介しようと思います。人なのかな、一座。今日はですね、ピエロック一座という一座がありまして、前々、私ファンなんですよ。もうストーリーとかね、とにかく良くて、ちゃんと説明しよう。人形劇をやってるピエロックさんがやってるピエロック一座っていうのがあります。それを今日はね、ちょっとたまたま撮影できるタイミングがあったので撮りましたので、ぜひ見てみてください。では行ってみよう。ガラクタだらけのこの世界で見つけたお月様の上にある蓋を開けたら聞こえてくるファンファーレ。さあ始まりは、ピエロック一座のショータイム。まだ誰も知らない秘密のファンタジー。さあ、ありがとうございました。さあ始まります。ピエロック一座の団長、ピエロックのフライパンさばきをどうぞご覧くださいませ。ありがとうございます。フライパンとタップダンスを組み合わせた。始まりました。待ちの日。原作、チャールズ・チャップリン。100年前の映画です。はぁ、お腹すいた、お腹すいたな、はぁ、せちがらい世の中だ。でもお腹すいたな、どうしよう。あ、いいこと考えた。寝よう。怪しいやつはおらんかね、怪しいやつはおらんかね、怪しいやつは見ませんでしたか。昨日マルシェに遊びに来てる皆さん、怪しいやつ見た？見た。どこにある？後ろ。これか？後ろ。ここ？後ろ。違う？ここじゃないね。この世界ね。後ろね。うわー！ほんまや、ありがとう。怪しい。肥後民家村にこんな嘘に決まってるやないか。警察官が嘘ついていいんですか？お前はな、知らんよいから教えてた。この国ではな、政治家は忖度していいし、警察官は嘘ついてもいいことだったらな、こんな、地位の敵許されん、ボワン。さあ、やりやったな、待て待て、逃げろー。さあ、チャッピリンは、逃げます。この、世間という、ケチがらい存在から逃げていく。助けて、僕を世間から助けてくれ。しかし、1本100円でございます。花はいりませんか？花はいりませんか？誰も買ってくれ。みんな食べ物。それじゃあ案内するぜ。賞金1000万円ロックンロールコンテストの始まりだ。皆さん、ピリモンローさんだ。 I wanna be kissed by you。 おっと、エントリーナンバー1番から、なんてスター性のある人が出てきたね。 I wanna be kissed by you。 アロホホ、ジュジュピドゥンピン。2曲目はベートーベン交響曲第9番喜びの歌。
がとう、嬉しい。でもこの曲弾きながらちょっと受け答えしにくい。 Be the same if it ain't gonna swing. Come on, Pierce Davis。It's done。 いつだって僕が君に願うこと、それはスマイルに。ありがとうございました。イエス。というところで、ピエロック一座、いろいろとこう撮ってみました。いかがだったでしょうか。説明欄にピエロックさんの、Facebook とかいろいろ載ってるので、ぜひチェックしてみてください。あちこちで活躍してるので、本当ね、大人から子供から笑いが絶えない数時間、1時間弱だったと思うよ。メッセージ、愛とか優しいとか、世の中いろんなこといっぱいあるけど、音楽を通して楽しいこといっぱいあるよねっていうメッセージが、ね、一貫してあるのが俺はすごい好きなんで、ぜひこれからもピエロックさん応援していきたいと思います。ではまた。